私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。この体質のせいで本当に毎日飽きることがないよ。まあもちろんいい意味じゃないんだけど、毎日毎日変な人から LINE が来て、本当にいろんな人がいるんだなって思わせられる。そんな話をしていたら、またこんな LINE が。旦那と離婚する。これでやっと私も自由の身よ。え、旦那さんと離婚したかったの？初耳なんだけど。旦那に縛られた人生はもう嫌。私、かわいそうだと思わない？旦那にすごく意地悪されてたの。意地悪っていうのは、料理が美味しくないとか、もっと家のことしろとか、マジで私のことを奴隷みたいに扱ってて。それはひどいね。離婚した後、いろいろ大変だと思うから、少しだけお金を貸してくれない？お金を貸すのはちょっと。そうよね。ずうずうしいお願いをしてしまってごめんなさい。離婚した後ももしかしたら助けが必要な時があるかもしれないから、その時は頼ってもいい？お金を貸してとかじゃなければ協力できる範囲で。ありがとう。じゃあその時また連絡するわ。離婚する割には元気だな。ゆりとあやこのライン。私離婚するの、やっと解放されるのよ。旦那にひどい目に遭わされて私かわいそう。そうなんですね。もっと他に言うことないの。自由になれてよかったですね。他にもっといろいろあるでしょ。私がかわいそうとかなんとか。そう言われてもこの LINE だけでは状況の判断ができませんから。ですが離婚を喜んでいるので、おめでとうございますとだけ言っておきますね。離婚して一人になったら大変だから、お金の支援してくれる？それは無理です。私にも家庭がありますので、面倒を見ることができません。ちょっとお金を貸してくれるだけでいいから。お金の貸し借りはしないので。じゃあ食事会で少しお金を出すとか。自分で食べたもののお金ぐらい自分で払ってください。そうよね。無理を言ってしまってごめんなさい。離婚して大変になったら何かと迷惑かけるかもしれないけど、その時はよろしくね。私が力になれることがあればお力になります。ありがとう。ひまわりとあやこのライン。聞いてよ、私旦那からひどいことされてたの。やっと離婚できることになったんだけど、お金がなくて今後の生活が。離婚するんですか？旦那さんにひどいことってどんなことを？家政婦みたいに扱われてすごくきつかったの。まるで地獄のような生活だったわ。そうだったんですね。離婚した後一人で生活するのって大変じゃない？確かにそうですね。だから何かあったらお金の支援をしてほしいの。無理のない範囲で大丈夫だからいいわよね。ちなみに旦那さんからはどんな発言を？家政婦のように扱われたって具体的にはどんな感じなんですか？そんな昔のことを思い出したくない。すごく怖くて思い出すだけでカタカタ震えるの。そうだったんですね。すみません。それでお金の話だけど。だけど私が旦那さんに文句言いたいので具体的に教えてください。は？ママ友さんをこんなにも怖がらせて、そんなの私黙ってられません。いや、それよりお金の支援を。私が文句を言ってきますので任せてください。あ、ちょっと待って。変なことしないで。ねえ。なんでどいつもこいつもお金の支援してくれないのよ。最初の二人は厳しいと思ってたけど、ひまわりさんまでダメだなんて。数日後、あやことなるみのライン。ついに明日離婚届を提出するわ。私のこと頑張ったって褒めてちょうだい。本当に離婚するんだね。だって旦那は私のことを奴隷のように扱っていたし、それに浮気までしてたのよ。あんな真面目な旦那さんが浮気？人は見た目によらないというか、何を考えているかわからないものね。まさか私の旦那が浮気をしているだなんて思わなかった。具体的な証拠はあるの？もちろんよ。それがないと慰謝料請求ができないでしょ。なるみさん、慰謝料請求のこととか詳しい？元旦那からもらってるからちょっとした知識はあるけど。金額としてはいくらぐらいもらえるの？1000万くらい？そんなにたくさんはもらえないよ。内容とか浮気してた期間とかにもよるけど、相場として100万から300万くらいかな。そんなに少ないの？もう少しもらえると思ってたのに。一人暮らししていく上でたったそれだけしかお金の支援がないなんて。お金の支援っていうか、やったことに対する罰金みたいなものだからね。もしお子さんの親権を持つのであれば養育費ももらえるけど、子供の面倒なんて見てられないわよ。自分一人で生きていくのも大変なのに。
子供の面倒は旦那に見てもらう。え、でも旦那さん浮気してたんだよね。浮気していた人にお子さんを任せても大丈夫なの？お金がない私よりお金を持っている旦那と一緒にいた方が幸せでしょ。ちなみに前言ってたひどい扱いを受けてるって言ってたのは具体的にどんな内容なの？その内容によっては慰謝料が変わってくるかも。私のご飯が美味しくないってケチをつけたり、家のことをもっとちゃんとするようにって怒ってきたりかな。もっと具体的にないの？例えばお弁当を捨てられたとか、侮辱されて物を投げつけられたとか、あとは仕事をしているのに過度に全部家事を任せてくるとか。特に思いつかないかな。私は専業主婦だから仕事してるわけでもないし、お弁当も一応完食してくれているし、あんな温厚な旦那が物を投げつけるなんて考えられないし。そうだよね。つまりちょっと味付けが美味しくないって言われただけ？人様が頑張って作ったものにケチをつけるのは良くないことよ。確かにあの時は砂糖と塩を間違えたけど。ちょっと待った。何？砂糖と塩の間違いで作ったのであれば美味しくないって感想が出るのもしょうがないでしょう。だけど私が作った料理にケチをつけたのよ。これって十分なモラハラになるんじゃないの？味の感想を言っただけではモラハラにはならないよ。他にも家のことをちゃんとしろって言ってきたり。専業主婦なんだよね。洗濯物とか掃除をしているのに文句を言われたってこと？洗濯とか掃除は帰ってきてから旦那がしてたよ。昼間私ドラマ見たりで忙しいもん。いろいろ言いたいことはあるんだけど、詰まるところ旦那さんはモラハラなんかしてないよ。どうして？私が不快になったんだから十分なモラハラでしょ。そんなのでモラハラなんて言われたら生活できないよ。とにかく私は慰謝料もらって離婚するの。あの人が何を言ってきたとしても絶対に離婚はやめてあげないんだから。さっき言ってた浮気の証拠っていうのは？見てこの写真、女と仲良さそうに食事してんの。こんなの絶対浮気でしょ。これさ、旦那さん以外にもたくさん人が写ってるんだけど、ただの会社の飲み会なんじゃないの？飲み会に女がいたらそれは浮気。これで慰謝料請求できるわよね。無理だよ。どうして？なるみさんも旦那の味方をするつもり？そうじゃなくて、一緒に食事をしただけでは慰謝料請求できない。ホテルに行っているとか肉体関係があったっていうのが分かるような証拠がないと。じゃあ分かった、作ってくる。ちょっと待った、ちょっと待った。作ってくるってどういう意味？だからホテルに行った証拠を作ればいいんでしょ。適当に画像を合成して旦那がホテルに行ってるようにすればいいだけだもん。ちょっとこれから急いで作るから待ってて。それただの偽造じゃない？こんな感じでどう？いい感じで旦那がホテル街に消えていっているように見えない？見えないし、どうじゃないわよ。あなたただ旦那さんから慰謝料が欲しいだけなんじゃないの？離婚するならお金もらわないと。一人で生きていくには先立つものが必要でしょ。どうせ離婚するならやっぱりお金をもらった方がいいかなとか思ってさ。そんな気分でもらえるものじゃないの？旦那さんが浮気もしていない、モラハラもしていないのにどうやってお金をもらうつもり？だからこうやって証拠作ってるんじゃん。モラハラと浮気の証拠を作って慰謝料をたんまりもらってやる。そうと決まれば作成作成。旦那さんに報告した。え？あなたがふざけたことを言って離婚しようとしていること旦那さんに言ったから。なんで言っちゃうの？まだ離婚はしてないんだよ。証拠が出来上がってからじゃないと慰謝料請求できないじゃん。そもそもそれがおかしいって言ってんの。旦那さんは何も悪くないのに慰謝料をもらおうとするだなんてありえないから。旦那さんには全部話した。この場合ってどうなるの？離婚することになるんじゃない？もちろんあなたは慰謝料なんかもらえないけど。それは困るよ。慰謝料もらえなかったら私この後どう生活すればいいの？私何も仕事してないんだけど。そんなの知らないよ。旦那さんと話し合い頑張って。なるみさんのせいで離婚になったら私なるみさんの家に住み着くよ。なるみさんのせいで私の計画はパー。もし慰謝料ももらえないってことになるんだったら私なるみさんの家に住むから。あなたみたいな人を養っていけるほど私も裕福じゃないから。なるみさんお金持ちだって知ってるよ。旦那と離婚になったらなるみさんの家の庭にテントでも張って暮らしてやる。はあ、話にならないわ。だってなるみさんのせいだもん。あなたは適当な証拠でっち上げて旦那さんを苦しめようとしてたんだよ。そのことについて反省するとかないわけ。私悪くないもん。楽して生きていくためにはお金を楽して稼ぐしかないの。そうですか。じゃあ楽して稼いできてください。何か案があるの？ユリ、
この人が楽して稼ぎたいんだって。はい、なるみさん、私に任せてください。楽をしながらたくさん稼げるお仕事を紹介してあげますから。だってよかったね。はい、そんないい仕事があるなら私にも最初から教えてよ。それではなるみさん、あとは任せてください。いつもごめんね、よろしく。いえいえ、ゴミ掃除は私の仕事ですから。その代わり今度私のことをぎゅーしてください。別にそれぐらいいつでもするけど。ダメですよなるみさん、自分のことを安く売ってしまっては。なるみさんの一ハグには10億以上の価値があるんですから。大げさだな。だから絶対にダメです。それに毎日してもらったら私は麻薬のようになるみさん中毒になってしまうので、たまにの特別な日だけで。ごめんひまわり、2人とも連れて行って。はーい。ゆりとひまわりとあやこのライン。正気に戻るんだゆり、妄想の世界から帰っておいで。危うくなるみさんに押しつぶされるところでした。やはりなるみさんは麻薬のような存在、危ない。いい仕事紹介してくれるんでしょ。さっきの意味わからない LINE は忘れてあげるから早く紹介して。ゆりの紹介する仕事なんてとても怖いものですよ。お化け屋敷で働くとか、私結構そういうのいけるよ。そういうものではありませんが、すごくたくさん稼げるとだけ言っておきましょう。ならすごく助かる。旦那に慰謝料請求しようと思ってたんだけど、うまくいかないみたいで。あんな適当な証拠では無理でしょうね。旦那さんに嫌がらせされてるっていうのも嘘だったんですね。私心配してたのに。私は嘘なんかついてない。本当に悲しい思いをしたんだから。砂糖と塩間違った料理を美味しいっていうのは厳しいと思いますよ。それに仕事から帰ってきて家事や掃除をする旦那さんの気持ちも考えてください。私の気持ちだってもっと考えてよ。無理です。私は自分の家族となるみさんのことしか考えられませんから。家族はわかるけど、なるみさん。ゆりはなるみさんのことが大好きなんです。なのでなるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。へえ、なるみさんを守るため、なるみさんの笑顔のため、私は何だってできます。そしてあなたはなるみさんに迷惑をかけたゴミクズ人間。もうあなたのような人を助ける必要はありません。私にいい仕事紹介してくれるんでしょ。すごく稼げるってさっき言ったじゃない。そんなにお金が必要なんですか。旦那に内緒でパチンコに行っちゃってすごい負けたんだよね。それだけでお金が必要だなんて。借金をしてしまっているんですよね。それも300万ほど。なんで知ってんの。なるみさんに関わった人のことは調べ尽くしていると言ったじゃないですか。じゃあもう隠す必要ないわね。お金がなくて困ってるの。もしさっきの話が嘘だっていうなら、私なるみさんの家で生活するから。そんな命知らずなこと。許さない、許さない、許さない。なるみさんに迷惑をかけた挙句、なるみさんの家で生活するなんて許せない。じゃあ早く稼げる仕事紹介してよ。どうなっても私は知りませんからね。本当に知りませんからね。どんな仕事なの。あなたは何もする必要がありません。ただ座っていればいいんです。それだけ。そうですね。するする、その仕事する。ではこちらの契約書にサインお願いします。サイン、サイン。他の人に仕事取られる前に私がする。ああ、私はもう知らないんだから。それではあなたはこれから人形として一生を過ごしてください。人形。あなたの心臓を人形に移植するんです。心臓が動いている限りは体がいくらボロボロになろうとあなたは生き続けます。言わんこっちゃない。お金が欲しかったとしてもゆりとだけは契約を結んではいけなかったのに。言っている意味がよくわからないっていうか、そもそも心臓移植ってどういうこと。体験すればわかると思いますが、あなたの心臓を人形に植え付けるんです。その人形の体が次のあなたの体になる。裏の施設で遊ぶ人たちはちょっと乱暴で、すぐに人形の体が壊れちゃうんですよ。腕が吹き飛んだり、目が取れたり、髪の毛がなくなったり。大人になると人形も大切にするけど、小さい時って結構乱暴に扱っちゃったりするもんね。扱うのが子供なのかどうかは知らないけどね。そうなったら私どうなるの。痛みは実際に腕がなくなったり目が取れる時と同じものです。じゃあ私死んじゃうの。いいえ、あなたは人形ですから
心臓が動いている限りは無事です。痛みを伴いますが、縫い付ければ腕はくっつきますし、新しい目を埋め込むこともできます。けどそれすごく痛いんじゃない？麻酔とかは？はい。あなたは人形を縫い付ける時に麻酔を使うんですか？使わないね。普通に考えてそのまま縫う。そういうことです。どういうことよ。いい子にしていれば長生きできますから。長生きした方が地獄なんじゃないの？まあそこは実際体験してみてどっちがいいのか答えを聞かせてください。あ、すみません、口がないので話せませんね。契約破棄でお願いします。クーリングオフで。そんな制度はありません。いや、騙された。いい子のみんなはよくわからない契約書にサインしちゃダメだよ。ちゃんと隅々まで見てから契約しないとダメだからね。その後、彩子さんは旦那さんと離婚。彩子さんが無実の罪をなすりつけて慰謝料をもらおうとしていたことに優しかった旦那さんは激怒。それに結婚前に辞めると約束していたギャンブルをまたしていたこと、借金までしていたこと、全部バレてそのまま離婚になっちゃった。あんなに優しい旦那さんを怒らせるなんて本当にすごいよ。彩子さんは離婚してお子さんは旦那さんのもとに。彩子さんはというと今は人形の中に入っている。飽きられたらすぐに廃棄になるから人形の形もどんどん変わっていくんだって。今はドール人形の中に入っているらしいんだけど、髪の毛がなくなったり足がなくなったり、時にはストーブの近くに置かれてぼや騒ぎになったり、いろいろ大変らしいよ。彼女はもう何も話すことができなくなったけど、人形の目から涙が溢れてるらしい。人形が泣くって普通にホラーだよね。だけど事情を知っている私からしたら違う意味でホラーかも。みんなも変な契約書にはサインしないように気をつけてね。ねえ、気になるよ、ゆりの秘密。秘密？ちょっと前の話で言ってたじゃん。何か秘密があるんでしょ？どうしても知りたいんですか？知りたい。そうですね。もしどうしても早く知りたいというのであれば、メンバーシップで見れます。メンバーシップって何ができるの？特別な動画を見れるんですよ。私の秘密はもう少し待っていただければ見れるかもしれませんが。やだ、早く見たい。どうしても早く見たいのであれば、先ほど言ったメンバーシップで見れますので、他にも可愛い新キャラのモネちゃんも見れますし。何それ、私というものがありながらこの浮気者。シャー、ふん、なんか見る気なくなっちゃった。私たちの秘密の話も聞けますよ。え、私たちがどうやってできたのか、裏話のような話です。つまり私たちの出生秘話のようなものですね。何それ。実はあなたはメインキャラじゃなかったとかなんとか。え、何それ、気になる。じゃあ私も見る。もし気になる方がいたら、ぜひメンバーシップの方も覗いてみてください。ゆりの秘密を暴くぞ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。